結構、音楽一家だと思うんですけれども、はい。皆さんの音楽全部聴きますか？皆さんっていうのあ、は、弟だったりとあ、親か、父だったりとお父か、さんだっあ、たりもちとろんもか。ちろん、全部聞いてますね。はい。それぞれ、お父さんだったらこの曲とか、弟さんだったらこの曲とか、まず、もちろん、ご自身の、渡さんの自分の楽曲だったら、一番これが気に入ってるとか、差し支えなければ教えてほしいです。いや、難しいんですよ。俺結構、やっぱ幼少期の頃から、もう子守歌が親父の歌みたいな感じだったんですよね。だから、これ一曲選べって言われるのがすげえ難しいんですけど。まあでもカラオケとか行って絶対歌うのはマイセルフとかですかね。だからまっすぐまっすぐっていう歌があるんですけど、はそれは結構歌ったりしますね。うちの弟だったら、なんだろうな。耳に残るのは、ライツっていう歌があって、い。はい。で、その歌も結構良くて、でも、弟が、あ、この曲が俺いいなと思ったのは、そのミニ四駆、当時、都立大学って近くて、都立模型っていう、ミニ四駆やるとこがあったんですよ。コースとかもあって、大会とかも開かれた場所があったんですけど、そこによく、俺らは行ってミニ四駆作ったりとかして遊んでたんですけど、おじちゃんおばあちゃんがもう閉店してもう辞めちゃったんですよね、その都立模型っていうのが。みんなに愛されてた場所だったんですけど。で、そのことを歌った曲があって、それを聞いた時に自分もこう、うわ、超懐かしいな、みたいな。めちゃめちゃ思い出したっていう、よくこんな歌作ったねっていうふうには思いましたね。はい。渡さん自身の楽曲で、なんか自分が一番表現できてるだったり、感情が乗ってるとか、歌っていうのはどの歌ですか？いや、自分の歌ってどうだろうな。最近出した曲で、Up to You っていう歌があるんですけど、その歌は結構自分の、まあ恋愛の曲なんですけど、こう、なんていうの、こう、まあ長く付き合っていけば、なんかいろんな、まあお互いのプライドもあって、いろんなところでこうぶつかったりとかして、普段こんな風に言わなかったとか、なんでこんなこと言っちゃうんだろうとか、自分はこう思ってね、なんでそれに対して、こう、ちゃんとこう、なんていうの、レスポンスしてくれないんだろうとかって思った時がすごいあって、で、それ自分のその思いっていうのをもう、ブワーって書いた曲があったんですよ。だそれは結構、思い強く相手に向けて書いたのかなっていうのはありますね。差し支えなければちょっと一部アカペラで聞かせていただくことってできます？いや、どの辺歌おうかな。まあ、サビがあって、サビが、いつの間にか当たり前じゃないことが普通になった。いつの日か見たあなたの瞳じゃなくなった。あの日のあなたは私の中から消えていってしまうの。I don't know, it's up to you っていう歌なんですけどね。